チカラボ集団、正式社名力保持業古墳有限講師、c o リミテッドは、中華人民共和国、重慶市に本社を置く輸送用機器の製造、販売を行う企業である。大理士を走るチカラホトラック1992年、当時54歳の伊賀清はチカラホ集団の前身となる、重慶市、トドロきたち車両配源研究所を設立し、 とどろきトールブランドでオートバイの製造販売を始めた。1997年に重慶緑保、とどろき辰美業有限公使と改名し、翌1998年には輸出入の認可を取得してベトナムやラオスなどへの海外輸出を開始した。チカラボは2003年にバス製造会社、重慶専用技者製造総称の株式80%を買収して、 重軽力補機車有限講師に改名し、四輪車事業に参入した。2004年7月29日には、大理春馬工房集団と合弁で、雲南力補春馬車両有限講師を設立して、トラックの製造を開始した。さらに同年、カスカ型自動車を製造する、暗記火容疑者製造有限講師の買収を表明し、翌2005年6月2日に買収を完了した。 2006年1月、チカラボは、ブラジル製のトライテックエンジンを搭載した、最初の自主開発者、チカラボ520を発表した。2010年11月25日、チカラホ集団は、上海証券取引所に株式上場した。2014年7月4日、イタリアのオートバイメーカーメガボルト、アグスタとの間で、同社製品の中国正規代理店となることで合意に、 達した。力母は現在厳選されたディーラーでオ4、RR などのメガボルトアグスタ数車種を展示している。創業者のインアキ秋吉一家は2014年時点で130億米ドル相当の資産を有している。また、インは元政治的反対性派で政府当局と長く対立してきた過去があるが、現在は中国共産党と良好な関係を築いている。 2004年にホンダ技研工業との裁判で敗訴し、トドロキトールブランドのオートバイの販売を中止する、要裁判所から命じられた。チリのディーラーに展示されているチカラボ5 2緑ボは、自動車、オートバイ、発動機の3事業を合わせると、南極を除くすべての大陸で販売を行っている。自動車については、早くから海外進出を図っており、50以上の国、 地域に500以上の販売網を有し、2007年から2013年までの累計輸出台数は21万台以上に上る。2014年の乗用車輸出実績は7万台以上に上り、前年比21.62%増となった。チカラボでは2015年に12万台の輸出を目標としている。ロシアでは2011年から4年連続で、 中国メーカー首位の座を維持している。ブラジルでは2014年に5355台を販売し、前年比136.5%の増加となった。イタリアの輸入業者であるマーティンモーターズは自社ブランドにリバチして販売している。日本にはオートバイが2001年に2台だけ輸入されたことがある。チカラボは中国国内に2つの乗用車工場を有する。 2011年11月には紀州省に力ほとき春集団のトラック工場が竣工した。また、海外にノックダウンキットを輸出して、数多くの製造拠点で組み立てが行われている。オートバイの製造拠点は、タイ王国イラン、トルコ、ベトナムにある。ベトナムでは2003年1月1日に、力保護士波またく製造連営講師が創業を開始した。 元々は、重慶会記者製造有限講師が計画していたが、市場撤退で頓挫した、現地合弁を引き継いだもので、チカラボが70%を出資する。2007年3月からは VMC によって四輪、製品であるチカラボ、520ダンの組み立ても、開始された。エチオピアでは、2007年から、ホランドカー社によって、小型セダンのチカラボ、 520の CEKD 組み立てが行われ、同社のブランドで、アベの社名で販売された。2010年、チカラボは完全子会社を設立して、直接進出した、チカラ保社のアフターサービスセンターも、首都アディスアベバに所在する。2014年5月7日には新工場の開所式が開催された。ロシアでは2007年から、デルウェイズとの合弁で、 セルケスク工場での組み立てが開始されている。2014年10月15日には、立潔区に新工場を建設することで、州政府との間で合意に達した。2015年から建設を開始して2017年、創業開始の予定である。ウルグアイでは、2010年2年4万台の生産能力を有する SKD 組み立て工場が設立された。 2014年には新設のエンジン工場で試作が開始された。この他、イランではケルマンモーター車によって組み立てが行われており、2010年初めには隣国アゼルバイジャンのナス車でも組み立てが開始された。さらに、2011年6月にはイラクのザムザムスプリング車で KD 組み立てが開始されている2013年時点で、 力補修団は7800件の特許と383件の発明特許を保有している。2014年5月、新しい研究員がオープンした。2000年8月に5580万人民元で、プロサッカークラブ重慶力保足玉クラブを買収した。ありがとうございます。